クコラショ懐かしい。え、今似てましたか？全然似てなかったです。あ、はいの皆さん、こんばんは。プチプチです。この挨拶に変えてからめちゃくちゃ名前とか挨拶かぶるんですよね、はい、さっきフライング仕掛けたはい、ゲスト今日ご紹介します、はい、どうも。はい、どうも、やっほいぴゃんみつだよ、よろしくお願いします。やっほいプチプチだよ、よろしく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 。いや、今回ですね、はい、フラクンゲー、はい、かくれんぼをやったことなんですけど、いいですね、かくれんぼ。いいですね、そのかくれんぼをですね、今からやろうと思ってるんですけど、今回、ピャミスさんには鬼をやっていただきたいと思いまして。はい、いきなり巣に戻ったね。ということで、僕は最近隠れることにハマっているんですよ。おお、じゃあプロなんですね。そうですね、はい、道を歩いている時とか、なんか車が来た瞬間にバッてもうすぐ自動販売機の裏に隠れちゃったりとか。あー、もうそれはもうプロの犯行ですね。プロの犯行なんですよ、はい、もう超楽しみ。ハードル上げときますね。あ、はい、というわけで、じゃあ早速、はい、かくれんぼやっていきましょう。いかよろしく。あう、さあ皆さん、お待ちかね、かくれんぼの時間がやってきました。やってきました。やっていきましょう。いや、負けない。まあ今回僕が隠れる場所なんで、はい、隠れる場合なんでね。っていうか、これ新ステージのもずく農園ですよ。いやー、うわー、もずく食べてー、もずく食べたいよもずくと言って思い出したんですけど、この間サイゼリアでスパゲッティ食べたんですよね。うん、はい、美味しかったなもずくのスパゲッティなんてあったっけな。あ、もずくとスパゲッティ何の関連性もないですよ、大丈夫ですよ私結構コンビニでめっちゃスパゲティ食べるんですよ、はい、コンビニ行って、すみません、スパゲティ一つ、はい、かしこまりましたみたいな感じに持ってきてくれるんですかどこの店ですか、レストランですかえ、だってコンビニで食べたんですよね、はい、コンビニで食べました。ん、はい、コンビニで買ってコンビニ食べたんですか。じゃあ、違いますもうめっちゃ嫌だ、何これえ、もう結構もずく農園って難しいですね、はい、隠れる場所が。なんか私隠れる場所あるのかなっていう感じなんですよね。え、でもなんか広いから探すの大変です。あー、確かにそれは言えてますね。塗るのが大変や。あ、でも意外と結構塗ってますよ僕。いやだ、後ろ振り向くの怖いさあ決めましたよ。あと5秒。お、4、3、2、1、ティースタート。いや、巻き気、やば、巻き気、巻き、言い方がちょっと何すごい虫歯の人みたいな言い方じゃないですか。あの人の歯巻き気ね、お母さん、なんであの人の歯巻き気なの。おい、たけし、そういうこと言っちゃダメたけしみたいな感じの、なんかそういう、なんていうの、家庭を賑わせる感じの言い方でしたよ。すねちゃんは、それまた違うやつ。たけしはあれじゃないんすか。たけし、また別のたけしですね、それは。なるほど。ちょっと待ってね。え、おい、伸びた、野球しようぜの、アニメじゃないですね、はい。え、めっちゃうまいっすね。え、似てました。意外と。はい、似てました。私は、顔がドラえもんに似てるってよく言われます。それ褒めてるんですかね、それ。だいぶディスられてます。じゃあ、ヒント言いますね。はい。下の方。もうマジ、はい、了解っす。いや、優しい、プチプチさんってこんな優しかったでしたっけヒントなんてくれましたっけ。あ、それヒントが本当かどうかは分かりませんが、うわ、何が下の方かも言いません。何かが下の方です。ちょっと待って、待ってよ、超やだ、意地悪なのか優しいのか全くちょっと待って、下の方、でも上、絶対上、あっ、いや全然下じゃないんですけど気持ちが若干下の方だったんですよさあみんな集まって、かくれんぼの時間だよ。カン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 、え、ということで僕が次鬼やります。先ほどはボロボロに咲いてしまったので、いやー、絶対負けない、絶対負けない、負けない戦いここにある。はい、あげてみます。これで隠れるマスターにもなりますね。隠れるマスター、はい、
どうしよう。いや悩む。僕も結構隠れるマスターですよ僕も。さっきめっちゃ早く見つかってましたけど。いやあれはあれですよ、あれはそのピャンミスさんが初めての動画に出演するということで、はい、あのちょっとあの手を抜いたわけですよ。あーなるほど了解です、ありがとうございます。そういうことです。優しい、やっぱ優しかったんですねプチプチさんは。あま、いや思わぬとこでスペシャル使っちゃった。思わぬところでスペシャルを使ってしまう。あーやばい、ヒント与えちゃった。あーえどうしようかな、えちょっと待って、えどうしようかな、やばい。えなんか一人でかくれんぼやったことないんで。一人でかくれんぼやってるんですか今。俺いないんですか今。えめっちゃムカつく。二人ですね、二人でやってます。はい、二人でやってるんですけど、はいはい、とりあえず一人で塗るの初めてなんでめっちゃ塗るの大変だなと思って塗ってます。なるほど、頑張って。ちょっと甘めにかくれんぼしましょう。甘めにですか。じゃあ僕目つぶりながら、はい、じゃあやりますね。あーいいですねそのハンデ。よしじゃあ目つぶります今から。はい、よーいスタート。お願いします。あー目つぶと何も見えねえなー。あ残り時間12秒ですね。見えてるやないかい。5、4、3、2、1スタート。いやーこれちょっとわからないかもしれない。本当ですか。本当にわからない、わからなすぎて、はい、わからなすぎてちょっと、ね、ちょっとなんか言おうとした時に今見つけちゃったんだけどマジで。なんか塗ってたついでに見つけちゃった的な、そんな感じですよ。わからなすぎてもうわかっちゃいました。ちょっと言い訳していいですか。はい、いいですよ。じゃあ めっちゃ今緊張してるんですよ。もうコントローラーだいぶ震えてて。こんなんです、こんな。それもう震え、もう大震災ですよそれ。じゃあ動画の尺伸ばしになんか適当に喋ってください。何この無茶ぶり。無茶ぶり振られました。どうしようかな。じゃあピャミスさんの好きな食べ物は、はい、エビです。いい、エビ奇遇ですね。え、まさか僕好きな食べ物、あれ、ごま大福なんですよ。なるほど。めっちゃ奇遇。めっちゃ奇遇ですね。すごい、意外な共通点。スーパーに行ったら多分、一緒に売られてますよ、きっと。じゃあ、好きなゲームの種類は？ゲームの種類？RPG。あー、それはちょっと奇遇じゃないですよ。僕よく FF とかドラクエとかやるんですよ。え、やりますよ。あ、やるんですか？あれ ?FF はやりますね。あ、やるんですか。あ、はい、やります。あ、え、はい、じゃあ名前の由来はどうですか。じゃあ名前の由来、名前の由来はちょっとあ、ダメ、あ、そうですね、本名をもじってますね。じゃあ当ててもいいですか。あ、どうぞ。ピャンミツ、あんみつっていう名字。めっちゃ甘そう、かわいいですね、あんみつちゃんって。あ、合ってます。全然違います。え、ちなみにプチプチさんの名前の由来は、私勝手にあのプチプチするやつあるじゃないですか。はい、あれだと思ってるんですけど正解ですか。全然違いますね。あれ、あの音です。あ、え、でもそれ若干正解じゃないですか。というわけで皆様ご視聴ご視聴いただきありがとうございました。ございました。ピャミスさんどうでしたか、かくれんぼ。え、もう最初から最後までコントローラーガタガタでした。なんで緊張してるんですか。なんか緊張しません、私だけですかね。そうですね、ピャミスさんだけですね。じゃあ次はもっとねリラックスしてやります。はい、次多分あの結構あの大手実況者とか来るんで、多分もっと緊張したんじゃないですか。はい、いやー、もうそれまでにはね、もうあの あれですね、あのプチプチします。あ、プチプチしながら、プチプチしながらやります。あのプチプチ用意するんで、もうそれでもう頑張ります。意味わかんない。意味わかんない。意味わかんないですね。何言ってんだろう。というわけでピャンミスさんの YouTube のアカウントは下の概要欄のところに貼ってあるので、皆さんぜひチャンネル登録してみてください。で、僕もそのピャミスさんの方で出てるので、もしよければ皆さんチェックしてください。チェックです。
というわけで、あのもしかくれんぼに参加してみたいなと思った方は、あのぜひ僕のツイッターの方フォローよろしくお願いします。かくれんぼ視聴者参加型のし、あ、噛んじゃった、あ、いやいや、視聴者参加型のかくれんぼもね、ぜひ企画として作っておりますので、ぜひぜひご応募よろしくお願いします。もし今度が面白いなと思ってくれたら、チャンネル登録、高評価ボタンの方よろしくお願いします。ではまた次回スプラかくれんぼ2でお会いしましょう。一回よろしく、一回よろしく、一回よろしく、待ちです。はい。一回よろしく。一回よろしく。